ちょ待てよ。どうもキムタクです。運動じゃなくてみたらしです。ちょ待てよ。何ですか？みたらしさん。ちょっと雰囲気だけ合わせてきましたね。何ですか？みたらしさん、なんかめちゃ自信満々で、絶対正解だと思ってても、あれやべえ間違えたってことないですか？ああ、直近で言うと竜とそばかすの姫の監督のことを新海誠っていいドヤ顔で言ってましたね。誰か、あれ正解は細田守、あれ逆、あれ、あ、いや合ってますよね。合ってますか、はい、僕もわからないんでね、多分合ってます、はい、あれあれでもそれってあれもう言っちゃってるじゃないですか。何、心の中で、例えばクイズとかで、問題出されて、あれねって答えを自分の中に秘めといて、例えば第三者違う人と見てて、ヒントいるみたいな感じの雰囲気出してたのに答え聞いたら、あやべ違ってるみたいなことねないですか？あ、だからそれはもう周りに言わずしてのやつですか？そう、言わずして自分だけで、完結はしてるんだけど、ちょっと恥ずかしいじゃないですか。確かに、その恥ずかしいというかもう、大学の周りのね、古臭い定食屋さんとかって絶対クイズ番組をテレビで流してるんですけど、それはもうみんな駆け引きしてましたよね。その一人でみんな食べに来てる中、絶対 B やろって思ってニヤニヤしながら飯つついてたら、A だったみたいなのは多分 100回ぐらいあったと思います。知ってるよみたいな。そう、そんなことです。ありました。確かに ありますよね。はい、結構最近あって、はい、ちょうど昨日の話なんですけど、キムタクが、料理をする、するような番組を見てて、あだーではないですよね。ではないんですけど、はい、キムタクが料理してる番組がやってて、はい、でキムタクがよく家で作ってる、料理を振る舞うみたいなコーナーで、でここで隠し味小さじ1杯のトゥルルルルル入れますみたいなCM 挟むやつだ。でなんか透明で、その時ね牛キムチをっていう料理を作ってて、牛キムチ、豚キムチの牛版、はいはい、で料理の終盤で透明なあるものを入れますって言う、ヒントがあったんですね。これ絶対酒じゃんと思って、僕の中でも酒で完結してたんですね。確かに、それっぽいですね。そうそう、そしたらなんかさ、これカタカナだね最初はって言い出したからさ、カタカナってなって、酒の方かな、アルコールみたいな。もうねパニックって、もう一人で勝手に恥ずかしくなって、結局正解はオリゴ糖だったんですけど、透明のオリゴ糖、透明の、そうオリゴ糖、あれオリゴ糖って粉のやつ、なんか水飴みたいな感じかな。あ、へえー、そう、それでもなんかわかんないけど、一人でもうね、誰にも別に嫁にも言ってないけどさ、なんか一人で知ってましたよが押してましたね。むしろ言わない方が恥ずかしいまでありますね、それは。で勝手に一人でね、顔をなんかポッとさせてたんですけど、こんな時ってどうしたらいいんですかね。そうですね、他人には迷惑かけてないじゃないですか。そうですね、だから別に謝るのも違うじゃないですか。あ、ごめん間違えてたわとかね、は、何の話ってなるじゃないですか。いきなりそんな言われても。いや、でもそれは、あれじゃないですか、自分の心に嘘を謝ればいいんじゃないですか。ああ、そっちタイプ。あ、そうそう、そっち。
なんか逃げた感ないですか。え、じゃあやっぱ声に出すべきですかね。声に出して逃げ、確かに今さーっつって、俺絶対これだと思ってたんだよ心の中で。ですごい知ってる感出してたんじゃねっつって、でも間違えたわーって言った方がいいんじゃないかなと思って。確かに、じゃあそれでいこう、あの勝手に申告に、うん、しましょう。知らねえよって言われる前提でも、じゃあ今後はね、はい、自分に正直に間違えましたと、はい、申告したいですね。ですね、はい、あの懺悔してください。キムタクに謝ってください。今日待っていいよ、いってらっしゃい。いってらっしゃい。